東京タウンズ。今日は超高層オフィスビルが連なる街、西新宿を歩いています。西新宿に来たら高層ビルからの眺望を体験したいですよね。展望レストランの星空の中へをご案内しましょう。野村ビルの50階に2008年にオープンしました。まずは自慢の料理を紹介しましょう。こちらのお造りは甘口と辛口2種類の醤油でいただきます。お店としてはこの脂が乗ってるこの赤身マグロとかですね。でマグロはこの甘口の醤油でお召し上がりいただく。でこのマダイですね、こういった白身のお魚はこの辛口の風味が。当然お造りのそのお魚は季節によって違う。そうですね、はい、ご来店いただいたお客様とかに、まあ、例えば、まあ、プレゼントで一品サービス追加したりとか、そういったのもやってます。続いては看板メニューの国産牛サーロインの溶岩焼き。この溶岩焼きというお料理はこのプレートが、この溶岩プレートをあの富士山の溶岩石を使っているんですけど、よく見たら小さい気泡がプレートに開いてまして、それに余分なお肉の脂が落ちてですね、この素材本来の味わいが楽しめる溶岩焼きというお料理でございます。醤油ベースの特製ソースをかけると、この音が食欲をそそります。柔らかいさが出しますね。レアでお出しする形。そうですね、基本レアでお出しして、この溶岩プレートでお好みの硬さに焼き入れていただきながら、まあ、一口二口三口目っていう形で、ね、お味がいろんな味が楽しめる商品でもあります。また焼酎を中心に全国から取り寄せたお酒の品揃えも自慢です。店の名前も星空の中へっていうことですけど、やっぱりじゃあコンセプトとしてはこのロケーションを生かしたという。そうですね、はい、名前の通り、まあ、星空の中にいるような空間で、まあ、お食事をしていただくっていうコンセプト。基本こういった夜景がすごい素晴らしいお店ですので、記念日利用のお客様とかっていうのが結構多いので、若いのが20代前半であったりとか、あとは60代前半後半ぐらいまで、やはり1年に何度一度とか何十年に1回のお祝いとか、そういったのでお選びいただくシーンがやはり大変多いですね。まさに星空の中にいるようなこのレストランで絶品料理はいかがですか？